ょっと森マンもいるんで、森マンも、はい、森マン対決のことをちょっと話したいなと思うんですけれども、まあまあ森マン対決終わっても5年6年になりますけど、ああもうしばらくやってないね。やってないです。まあもうやらないんですけれどもいろんな、いろんな対決をしました、はいはい、本当にいろんな対決して、タツアツあんかけをこうかけ合ったりとか、はい、ありましたね。あの芸人同士やからもう殴り合ってもしゃあないから、タツアツ、いろいろ、本当いろいろやりました。その中で、本当に一番嫌いなのが、先ほども出ましたけど、ごぼうしばき合い対決、これがね、なぜそんなに嫌いなのかがあんまり分かんないんですか、ごぼうって食べたことしかないでしょ。まあそうですね、はあ皆さん、はい、ね、きんぴらとかにして食べたことしかないでしょ。おいしいですよ。ごぼうで殴ったことないやないです。ものすごい痛いんです。もう食物繊維が半端やないんです。ごぼうの、また番組で用意されるごぼうなんて、もうどっから見つけてきたっていう、もうごぼう界の黒人みたいにぶったぶった言ってる本当に痛いな。あれでもう殴られて、ごぼうしばき合い対決って言ってるけど、しばき合いじゃないんです、はい、しばかれてるだけやから俺はやったことないもんね。やったことないもん、殴ったことないんだもん僕いいんだもん。またそうね、それがもう本当に、もう本当に嫌いなんです。ごぼうしばき、それがなかったらやるでっていうぐらいごぼうが嫌いね。ほんで僕それ終わった後、もう頭もボッコボコになるの。あ、コブがね、コブが、これぶっちゃけた話ね、 あれ終わった時、僕すぐ病院行くんですよ。知らなかったでしょ。ほんで脳波を調べるために、えそこまで、え MRI 受けてるんだよ。ブイーンっつって、ごぼうしばきが痛いですが、あとは必ず必ずあれちょっと心配から、森マン大丈夫って俺心配してスタッフに聞いたら、森マンはパーティーしてますモリマンは終わってすぐパーティーなんです。僕は打ち上げ、うん、MRI ブイーンってほんでもうこのごぼうがもう嫌なの。このごぼうが本当に嫌なの、はい、そのごぼうに花言葉があったの知ってました？花言葉、いやちょっと知らないです。ごぼうにも花があるからね。そうですそうです、はい、花咲くから、はい、ごぼうに花言葉があるんです、はい、例えばバラやったら、あの愛とか愛情とかいう綺麗な花言葉なの、はい、ごぼうの花言葉、はい、いじめないでっていうすごいね、これはすごいよね、これ巡り巡って、花言葉を見てから決めたわけじゃないからね、もちろん、これだから僕ずっとごぼうが敵やと思ってたけど、はい、味方やったんやって。そうですね、そっち側抜けるんだよね。そうやね、それで初めてなんかこう距離が縮まったでまたやる気になってきたわけですわかりました。大阪で結構夜中まで飲んで、うん、まあフラフラ帰ろうとした時に、うん、あこんな時間までやってるんやってマッサージ屋さんがあったんですよ、うん、でちょっと疲れてるしマッサージしてもらおうかな、マッサージしてそのまま帰ってバッて寝ようかなと思って行ったんですよ、うんうん、ほなまあちょっと中国系の方がやってるようなマッサージで、うん、バーってやっていただいて、あんまりにも気持ちよかったんで僕結構疲れてたんで、うん、もう爆睡しちゃったんですよ、うん、まあ紙パンツ1枚なんですけど、紙パンツ1枚で爆睡しちゃって、はい、で60分ぐらい経った時に、お客さん時間ですよって言われたんですよ。で、あすいません寝ちゃってました、すいません、あ寝ちゃってましたね、そしてもうお客さん元気ですねって言うと、こう紙パンツの、あの先端をピーンってやられたんですよどうしますか、ここで終わりますか、延長しますかって言われて、あ延長しますって言うんです。じゃあとりあえず30分だけ延長いいですかね、はいはいいいですよって言って、でまあ、そのまま続けると、また僕爆睡しちゃって、うん、はい30分経ちましたよ、お客さん元気ですね、ピンってやられあとピンピンピンっていう、あの紙パンツのなんていうんですかね、うんはいうん、先頭ピンってやられて、元気ねピンってやられてあこれは、うん、あなるほどなと思って、うん、どうしますか延長しますかって言われて、うんあ、じゃあ30分延長お願い結構してるでいるで、してあのちょっと一個だけ聞きたいんですけど、うん、なんかもしかしたらもしかしたらなんですけどもこのマッサージとまた違ったなんかスペシャル的ななんか気持ちいいことは待ってたりするんでしょうかみたいなことを言うたんです僕が待ってするんでしょうかって言うたら
うちそんな店じゃないよ、そんなやりたくな、自分でやれってティッシュの箱パーン投げられた。タバコ吸っとくからって言って外でタバコ吸ってて、まだかまだかまだかっていうことがありました。この風に及んでそれ。僕は実はあの半同居人みたいな人がいまして、年齢が57歳で、あの会社の経営をされてるヒロ君とおじさんなんですけど、同居、はい、で僕のことを、まあ、ゴロチって呼んでるんですけど、ゴロチ、ヒロ君とゴロチ、はい、ゴロチ、ゴロチはね、ゴロチなんですけど、で、あのまああの付き合い15年ぐらいになるんですけど、僕は25歳ぐらいの時知り合って、で、まあ、結構年上の方なんでいろんなことを教えてもらったりとか、はい、で、あの今でこそそうでもないんですけど、昔はもうほぼ2日に1回ぐらい僕の家に泊まりに来てたんですよ、はい、あのちゃんと奥さんとか子供はいらっしゃる方なんですけど、まあ、もちろんノーマルな方なんですけど、あの週に半分ぐらい僕の家に泊まり来て、で僕もあのすごくその人の話が面白いので、なんかすごい癒されてて、で、あの彼専用の寝室とかもちゃんと作って、で、あの洗面所にはちゃんと彼専用の、あのタイガーバームとか歯間ブラシとかそんなもんまで、はい、タイガーバーム、歯ブラシじゃない、ちゃんと入れといて、バームはすごい、はい、で、あのただその人すっごいいびきがうるさいんですよ、おじさんなんで、一緒にお酒とか飲んだ後に、で、あの昔僕が住んでたマンションは壁が薄かったので、隣からもういびきがすごいうるさくて、はーってうるさいんで、もう僕辛いともう壁ガンガンガンとか叩いて、こういびき対策をして、カッとか止まるじゃないですか、いびきって、はい、で、なんかまあ20代の時はそうだったんですけど、30代になって僕は今のマンションに引っ越したら、まあ壁が少し厚くなったので、じゃあまあ大丈夫かなと思ったんですけど、まあでもやっぱりいびきはいびきなんで、ただ僕の隣の部屋に彼は寝室を作りたがってたんです、僕の寝室の隣の部屋に、はい、なんかその部屋がすごく彼にとって素敵な感じがするみたいな、景色が良くて、ただまあ僕はうるさいのが嫌なんで、隣の隣の部屋にそのヒロ君の寝室を作って、そうしたいね、でヒロ君こっち入ってこれないようにここを物置部屋に、はい、してなんとか、まあ、今は音が平気なんですけれども、うん、そのおじさん多分皆さん全然想像つかないですよね、つかない、うん、つかない、結構こう甘いマスクで、まあ、30代の時なんかは、まあ、バブルの頃ですから、彼が、うん、銀座のこうクラブとかはしごしてたんで、うん、銀座のジャッキーって言われてたんですけど、うん、ただやめてほしいことがあるんですけど、うん、ジャッキーに、はい、なんか僕と稲垣吾郎と友達だって言いふらすんですよ。ね、あでもまあ、まあ、一般の人やし言っちゃうかな、まあ、芸能人の友達って一応それがダメじゃないですか、親の、まあね、でそれを証明するためになんかどこで拾ったのか分かんないんですけど、僕の期限が過ぎた免許証、車の穴が開いたやつ、穴開いたやつね、あれをいつも財布に忍ばしてるんですよ、ジャッキーが、ジャッキー、はい、それでもこれ稲垣吾郎と友達だっていうことです何、今ジャッキーの話なんですよ。ジャッキー、ジャッキー、広くジャッキーの話。ジャッキーの話。最後。じゃあ今日ももしかしたら家帰ったらおられるかもわかんないですね。あ、いますいます。趣味が散歩で、はい、あ、ヒロ君必ず言うことが、うん、走るな、膝を悪くするから歩けって言う。ジャッキー、格言。ジャッキー、何だそれ。出会いは？出会いは、あの、まあ、あるワインバーで声をかけられて友達になったんですけど、うん、でまあ、会社の役員の方なんで週に1回に役員会議しか仕事がないので、結構時間があるんで、もう本当に毎日5時間ぐらい散歩してるんで、そのまま散歩したまんまうち泊まりに来たりとか、へえ、それ許してんのがすごいですね、受け入れてんのがすごいです、初めて聞きましたよ、他のメンバーも知らないです、もうなんとか引き出してヒロ君っていうおじさんの友達がいるっていうところまでは知ってたんですけど、ゴロチとか部屋とかもあるなんて、ちょっとジャッキーだな、ジャッキー、銀座のジャッキーですけど、そんなヤバいよ、ヤバいよ、それヤバいのかな、ヤバいよ、それを言わずにみん
すごいいい友達なんです。そいつやべえよ。ねえ、そらそら。グループとしてはね、グループとしては気になるところだね。やべえやつ、やべえやつ入ってきちゃってるんだ。あ、ジャッキーが本を売ったのかもしれない。どうしようかな。あの、1ヶ月ぐらい前ですかね。中居君から電話があって、はい、あの今日夜僕仕事いついつ終わるんで、夕方終わるんで何してますっていうか、あ、俺もちょうどそれぐらいに終わるわ、じゃあ今日久しぶり行きますか、行こうかって言って、はい、で僕ちょっとあの現場にあの劇団一人も一緒にいるんで、劇団一人も誘っていいですかって、あ、全然いいんじゃない、面白いやんっていうのは、僕なんかあの吉本のこういう若手と飲む機会がどうしても多いから、他事務所のなんか芸人さんでも飲みたいなみたいなことを、そういえば長井君に前も言ってて、それ彼多分覚えてそう言ってくれたでしょうね。で、ああいいんじゃないって言って、ね、六本木の夜ですよ、しゃぶしゃぶ屋さんをなんかちょっと個室取って、で僕と中居君と劇団一人と、あとまあ放送作家のなんか佐田っていうのを4人と、でまあみんなに飲みながらしゃぶしゃぶわーってやってたんです、はい、でまあそこそこもう縁竹縄やけど、まあもう一軒行くか、ここ閉めて、はいはいはい、でそこ閉めて、でお店出た時にもう劇団一人とその作家の子があのタクシーがなかなかあんまり捕まれなかったで、ちょっと遠くまでちょっと捕まえに行ってくれてたんです、はいはい、で僕と中居君はちょっとそれを待ってたんですよ。そしたら松本さんってこう声かけられて、ふっと振り返ったら、あのうちの奥さんのなんか知り合いのこうグループの人たち、奥さんとかお旦那さんお子さんとか、で子供はあの姉が行くんだみたいな、大丈夫みたいな、ありがとうとか言うて、ちょうど向こうでタクシー捕まった感じで、じゃあまた今度って言って行ったんですよ。でその後日うちの嫁が、あなたあの何屋さんと会った、あったあった、あのしゃぶしゃぶ屋さんの前で、違うよ、なんかあの人たち、個室、まとなりの個室で飲んでたらしいよ。え、あ、まとなりにおったんや。え、でも個室やのになんで俺らが隣って分かったんやろ。いや、さ、もう、ま、声が丸聞こえなんだって。はい、もう中居君とあなたの。はい。あ、そうか、やっぱ個室ってでも、まあ、そこまでの密室じゃないから、結構声もでかかったから丸聞こえやったか、え、どんな会話してたかなと思って、僕自分の中で反復してたら、はい、ちょっとドキドキしてきて、はい、あれこれえらい誤解招いてんちゃうか、これこのテレビ今見ているこのテレビを通じて俺その誤解を解かなあかんのじゃないか、僕も中居君も結構な頻度で一人ってええよな、一人はええよな、やっぱ一人やで、こう言うときますよ、スマップ解散しないですからね、僕も離婚しないですからね、劇団一人のことですからね、面白さを褒めてたという、あいつはやると一人がいいやん、ちょっとゾッとしましたね、怖い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 、言えてよかったですね、言えてよかったそんな時で言えてよかった話、言えてよかった、ちょっと三又さんの話してよろしいでしょうか。三又って誰ですか。あの一緒によくやるじゃないですか。三又又三さんの話なんですけど、6年ぐらい前なんですけど、夕方6時ぐらいに電話かかってきて、いやもしもしって言ったら、あ、大輔今日何してんだって、いや僕今日休みですって言ったら、今日手羽先が食べたいんだって、あ、そうですか。で、あ、山ちゃんのあの胡椒の効いた世界の山ちゃん、あれが食べたいんだっつって、あ、分かりました、ほなどうしますよ、ほな7時にほなら新宿で待ち合わせしましょうって、で待ち合わせしたんですよ。で新宿の山ちゃん行ったけど結構いっぱいあって入れへんかったんですよ。ほんで、あ、じゃ あの新大久保にもあるから言って、で新大久保に歩いて行ったんですよ。ほんで入れたんですよ。で2人で飲んでて、で手羽先来て、で、あー言うて、なんかいろんな話しながら食べてたんですよ。で、その手羽先もこう、なんか三又さんこうって食べはるんですけど、なんすかね、あの顎の力が弱いんか歯が少ないかなんかわからないんですけど、すごいこう、肉が残ってんのをすぐ骨つぼに入れて、骨つぼに入れて、骨つぼに入れて、ガラ入れ、ガラ入れ、すぐガラ入れに入れて、いやまだ半分ぐらい肉ついてますよいいんだっつって、いいんだよねみたいな、そんな話をしながら酒飲んでたんですよ。で
で僕トイレ行って1時間ぐらいですかね飲んでトイレ行って帰ってきたら外国人の方がいっぱい入ってその外国人のもう言うたら40何歳ぐらいのおばちゃんと喋ってはったんですよ。で、あ、知り合いかなと思って、あ、おはようございますって言って、ほんで、誰ですかって言ったら、いや、今声かけられたんだよって言って、顔さしたんだよ、大輔って言って、あ、そうですかって言って、ほな、この人面白いみたいな。で、ああ、と思って。で、じゃあ3人で飲もうみたいになって、いや、もうよろしいやん、2人で飲んだらって言って、いや、いいじゃないかって言って、あ、わかりましたって言って、で、3人で飲んでたんですよ。で、まあ食べて、ほんなら、大輔、カラオケ行こうか。ってなってあ行きましょうかって言ったら行きますみたいなってえこの人も連れて行くのみたいな会ったばっかりやもんねで3人で行くのみたいなほんであじゃあもう分かりました行きましょうかって言ってほんで3人でカラオケ行ったんですよでなんか新宿のなんかこうなんか俺知ってるとこあるからで社長さん知ってるからみたいなで行ってほらなんかこんななんか パン半分ぐらいになんかこう焼いてアイスクリーム乗ってるみたいなでこれうまいんだよって、うん、でそれ食べてはるんですけどあの下手んとこになったら、うん、なんすかね顎弱いんか歯少ないのか分かるんですけどもう歯間で置いとかはるんですよでここうまいのにって言いながらまあそんなんもあってまあまあ酒飲んでたんですよね顎弱いの酒飲んでたんですよほんであじゃあ俺歌うよっつって「甲信丸」歌ってはったんですけど甲信丸歌う時はあの大抵気分がいいときに皆さん甲子丸歌はったと思ってで俺トイレ行ってで帰ってきて開けようと思ったらこう扉あるじゃないですか、はい、思いっきりキスしてるんですよ、さっきおったおばちゃんとブチューンしてるんですよ、うそーと思って俺もう一回どっか行ったんですよ電話しに何や気持ち悪いんだほっといたんですよで帰ってきたらまだキスしてるんですよ、長いキスがと思ってでもそのガチャガチャっていうのももう何回かガチャガチャってやって気づくかなと思ってガチャ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 って開かへんふりして音さしてんのに入ってもまだしてるから何してんねん思ってもう兄さんもう行きましょうと皆さん行きましょうとほんならおーって言うてでも行こうっていやでその女の人がトイレ行った時皆さん何してんのっつってなんでキスしてんのって誰か分からへんさっき会った人やんかおばあちゃんもうなんかほんまこんなん言うたらあれかも何持ってあるか分からへんで風とかねまあもう何の金を持ってるか分からへんでそうやな言ってで、まあ、そのまま出ていったんでもうほな解散しようって解散したんですよでもう帰りましょうって言ったら大好きちょっとラーメン付き合ってくれっつってえっ言ってでラーメン屋さん行きましょうかって最後ラーメン行ってほなラーメン行ってラーメン出てきてほならスープブワー飲んでほんでそのままもうえっ言うて出ていかはるんですよでいや麺残ってるしまだ俺も食べてるしって言って何やろうと思って僕もバーって出て行ったら前の道のドブンとこ行って「おれれれれ!」って吐くんですよほんで「えどうしたん?」って思って「どうした何してるんですか?」って言って「大丈夫ですか?」って言ったら「消毒だよ」って言うんですよ。え、消毒？消毒？消毒？って言ったら、なんなんでしょ？消毒？言うて、え、消毒？え、なんですか？もういやや、もうスープの温度で菌が死ぬだろう。っていう話なんです。ようやく当たってそれそんな万の実施方やねん後期ついでにまあ一か八か言うてみたっていう話なんですよ、うんうん、僕10年ぐらい前ですかねロシアの方に仕事で行くことな相方と相方、うん、名前何でしたっけ、ね、おかっぱとね行くことになりましてまあまあまあ、ロシア遠いなと思いながら、まあ、飛行機苦手なんで、まあ、仕方ないわとで、まあ、乗る前にマネージャーに「あラッキーですよ」と「ちょっと空いてたみたいで、ファーストクラス乗れるみたいです」と「あファーストクラスなんか乗ったことない嬉しいそれは嬉しいわ」と「やった!」ってパッと入ったんですよでもめっちゃ広いわけですよファーストクラスですから1個ずつドーンとありますから「うわこんななってんねやでもなんかボロいな」ちょっとボロいんです、はい、飛行機が旧式なのか、まあ後で聞いたらその航空会社
あの軍用機を買い取って改造して旅客機に変えてるっていうね飛行機やったんでちょっと古めやったんですよ。でもまあまあ広いしファーストクラスやからまあラッキーちゃうって乗ったんですよね。ほんでもう眩しかったんでこのブラインドをパッてやったらこの光がこう漏れてくるんですよ。ほんならこういうやつになってるのか高級やなと思ったら違うんです、破けてるだけやったんですよ。あれ破けとんなこれこれ大丈夫かこの飛行機これ大丈夫かな、ええやんけファーストクラスやからっておかっぱさん言うから、うん、もう広いしなっつってほんでこう出発するときになんとなく、まあ、出発する離陸のときは結構音は鳴るもんじゃないですか、うん、でもそれがもうはーわーいいやこれ大丈夫軍のねこの飛行機大丈夫なの、うん、あいつ結構なんか弾力あるから、うん、大丈夫やなんか大丈夫飛ぶ飛ぶって飛んだんですよ、うん、まあええかんとようやく飛んであのこのシートベルトのランプがパーンって消えたんで、うんもういわゆるこのリクライニングにしようって、うんうん、もうファーストクラスだからフルフラット的になるんかなと思って、ね、ボタンがないんですよ、ねうん、あれ、うん、とりあえずまず足をこう上げたかったわけですよ、はいはい、ウィーンと、うん、ないんですよ足が全然ないんですよあれと思って外してパッと横見たらここのところにこういう絵が描いてるんですよ手動、うん手動なんですよ、うん、下からこう持ってガチャコンってやるんですよ、うんなんやこのファーストクラスはなんやねんこれ言うて腹立つな言うて散々前方もさすがに腹立ってなんやこの飛行機腹立つなファーストクラスも何でもあるんやろこんなもんってもうええわ寝ようと思って8時間9時間あるから寝よう思ってこう寝てたんですね。そしたら普通日本の航空会社って寝てたらなんかシール的なもの寝てましたのでちょっと料理の方はあの後で呼んでくださいみたいなシール貼ってくれるじゃないですか。マジですよもうこんな恰幅の、あのロシアのおばちゃん、うんま、マジの強さですよ。あー結構痛いもんいやほんまにほんまにそんなんやってわかったわかった痛いやろ痛いですこれいやほんまにそんなんやってんて網膜剥離なんですあごめんごめん網膜剥離打撃が一番止めたのめちゃくちゃ痛いですごめん痛いやろ、はい、いやこれぐらいでバンバンバンとれて寝てるからさブワーってなって、うん、びっくりするやんか、はい、今度はこんな CA さんがおばはんが立ってるから、うん、何言ったらビーフオアチキン、それ聞くのにそんな衝撃与えるなんやねんなもてでもお腹は減ってるからもうビーフって言ったらナッシングいつかお前しか言うかも俺チキン言う思ったの向こうが一か八か一か八かそうやろな言うてみたい一か八か俺チキン言うと思って二択言うてみたいビーフナッシングやかましいわ一生ロシア行きませんって決めました。皆さんあのゾウさんの歌ご存知ですか、はいはい、あの童謡ですよね、はいはい、あゾウさんお花が長いのねそうよ母さんも長いのよっていうやつですよね、はいはいはい、で僕あれ前からちょっと不思議に思ってたんですけどなんかこういまいち誰が誰に向かって誰が答えてこどういう歌なんかなって昔から気になってたんですよ、はいまあ、じゃあ例えば人間の子供が動物園に行ってですよ、うんはい、でゾウさんを見て、はい、ゾウさんゾウさんお花が長いのねってじゃあ言ったのかな、うんはい、でゾウがそうよ母さんも長いのよって言ったんだとしたら、はいもうそれ鼻が長いよりそっちの方が事件だよねそうですねそうですよね、はい、かもしれへんしもしかしたらそうよ母さんも長いのよと歌いながらご本人さん登場みたいに象の母さんが入ってきたのかどっちなんや分からんぞ、はい、っていうのもあるよね、はい、その前に象がもう歌った赤いのに乗ってきたら、はい、なんで象がメロディー知ってんねんっていうのもあるし、はい、ってことは僕は象さん象さんお花が長いのねって言ったこの子供はまあ女の子か男の子か分かんないですけど、はい、横のお母さんに言ったんじゃない、うん、あなるほど、うん、そっちの方が多分つじつまは合う、はいはいはい、でもそれだったらその象さんの鼻が長いっていうこと象さん象さんというよりも母さんゾウさんって言わないと状況見えへんねんでお母さんもそうよゾウさんのお母さんも長いのねって言わないと、はい、母さんも長いのよって言うたら、はい、横のおかんの鼻がバーン長いのめっちゃ怖いよねそれを僕は
飲んでる先でなんか後輩とそんな話をしてたんだ、うん、そしたらそのうちの一人の後輩が、あ、僕あのゾウさんの歌を作ったお孫さん知り合いなんですよ、ちょっと電話してみていいですか、いや、ええよええよ、その別にそんなええよ、そのたわいのない話やから、いや、ちょっと電話してみますって電話したら、すぐ電話出て来たいって言ってるって、おいマジか、待つわほんで来て、今言うた一連の話を、まあ、女女性でしたよ、人間性の話をしたんですよ、はい、その人はずっと本当に静かに聞いてくれて、はい、で、ただあの一ついいですかって、はいはい、あのうちのおじいちゃん作曲の方なんですメロディーのそれは一つなんで来たんやメロディーはいい、なんでメロディーはいい、メロディーは分からん、メロディーは歌ってるからこっちは自然ごめんっていう話、大阪でずっと仕事してまして、うん、で大阪の、まあ、仕事移動は全部自分の車で移動してるんですけど、はいはい、あで、まあ、仕事場から仕事場行く時にわーって運転してる時にちょっと鼻歌というか、うん、ふとなんでその歌が出たのかわからないですけど、うん、あのその時にあのチェッカーズの Song for USA がファッと出たんですよ、うん、あの僕ら世代に、うん、あの This is Song for USA っていうような、うん、わーって歌ってたら無性に聴きたくなってきて、うん、でうーんなんか聴きたいな聴きたいなと思いながらずっと移動しとったら、あのツタヤが出てきたんですよ、うん、あほんとりあえず行って当日で借りて、はい、でちょっと聞いて、はい、自分のストレスをそこでなくして、はい、あ行ったらええやんと思って、うんうんうん、でもちょっと仕事時間がないんだけど、はい、まあ、とりあえず行ってみよう思ってバーって入ってでバーって探しに行って、ほんで、まあ、あのチェッカーズやっぱり今も大人気ですからね、すごい量があるんですよ、はい、でどれやねどれやね思いながらこれかな思って、あのベストシングルコレクションみたいなこと書いてたから、うんうんうん、これかな思ってファッと見てこれ入ってんのかな思って、あの裏の曲名書いてるとこ、はい、バッて見たんですけど、伝えあるあるで曲名のとこにこれぐらいのバーコード貼っとるんだ、なんやねん分からんってなったけどまあでもシングルコレクションみたいなこと書いてるから、はいはい、まあ、これでええわ思ってもう急がな思ってバーって行ったらまあまあ混んでるんですよ、レジ的なところが、はいはいはい、でもそんな時に限ってね、あのおばちゃんが店員さんに、はい、マッチがないマッチがない言うて、はい、松田聖子まではあんねんけど言ってんねんけど、まあで探すからやってなってこうで探せ近藤正彦ことマッチやなんでまあ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 ないわそらはってな急いでんねんってなってほんでもうその人にずっといざなわれてわーって行きはった、ほんで俺がやっと俺の番になって借りて、ほんでまあとりあえずまあ車に戻ってもう時間ないで思ってバッとほんでわっとこう CD 流したんですけど全然知らん曲しか流れないんですよ、あれシングルコレクションって書いてたやんってなってもう一回見たらリバースって書いてるんですよ、リバース昔あのレコードやったんで、うん、B 面シングルの B 面のベストやったんですよ、何これってなって時間ないのにもう無理やんってなってとりあえずそれをもうなんかもう 録音し始めとるんですよ、せんでええわってなりながらそれ取ってまたバーンって戻してでもう行かなあかん思って借りてる時間ないわ思ってビャーって帰って車乗ってバーって行ったら聞きかけたのに聞かれへんから、うん、ごっつ聞きたいわってなって、うん、うーんってなりながら、ほんで、あせや思って、今なんかあの、携帯でも iTunes かなんかで、はいはいはい、なんかポンと押したらもうそれ変える。はいはい、うん、ほんで、もう、まあちょっとようわからんけど、やってみるか思って、どうしても聞きたいってなって、もう車止めて、はい、で、iTunes というとこ行って、チェッカーズって言ったらまたブワー出てくるんですよ。はい、で、どれかな思ったらなんかありましたわ。チェッカーズの皆さんがあの、白の上下着てバラ持って7人がこうやって並んでる写真があって、これやんか、絶対これやんか、はい、思って。押したらバーって曲名出てきて、はい、わーって見てたら Song for USA ってあってこれや思ってパンってやったらむちゃくちゃ早いんですよ1曲をもうダウンロードが、はい、なんかこんなバームクーヘンみたいなのがプリンってなったらもう終わりになる、早ー言うてさっきのあれ何やったんや俺思いながらほんでまあとりあえずこれを聞きながら行こうかな思ってピッて再生して車ビヨンって行ったらティンティッティンティッティンってなったんですよ、はい、何これも撮ってみたらオルゴールバージョンパッて見たらオルゴってちゃんと書いてますありがとうございます、ありがとうございます、街にはこう戦士がねソルジャーがね、はい、いてね、はい、できたら関わりたくないなっていうね、いや俺もね二十歳ぐらいの時に今と札幌のあれがどこやったのかは覚えてないんですけど、スタッフと二人でなんかね若い子が集まるねこうバーみたいな、うん、とこ行ったんですよ、ほんで飲んで出てきたら「おいちょっと待てよ!」ってあら、うん、悪そうな子にね
声かけられて、あるある、おい、お前今ガメッタだろ。ガメッタか、ガメッタ、あんまり聞けへん。え、いや、お前さっきあの店ではガメッタだろって言われて、いや僕ガメってないと思うんすけど、いやお前ガメったんだよって言われて、いや僕ね、そもそもガメり方知らないんすよね。なるほど、ね、後で聞いたら睨んだみたいなことを言うんですよね。そうです、ことがこうあったりしましたよ、で若い時ってそういうことあるじゃないですか。去年ぐらいですかね、サバンナの高橋と京都で仕事終わって、その日は京都泊まりなんですよ。で京都って皆さんこう感覚としては同じ関西で大阪のね隣ですから、こう近い感覚があると思うんですけど、大阪はもちろん大阪と京都テレビ番組全く一緒です。もうバラエティばっかりやってます、芸人さんいっぱい出てますけど、大阪は道歩いてても芸人さんとしょっちゅう会うんですよ。まあね、だから大阪ね、例えば、あの引っ掛け橋ってあのグリコのあの辺り歩いてたら1日に3回ぐらい島木ジョージさんとすれ違ったりみたいなことで、もう大阪人は芸人に対して免疫ついてますから、そんなにそこまでこううわーっとなんないんですけど、京都は関西番組なんかも一緒、も芸人さんをいつもテレビで見てもうてますけど、芸人をそんなに見かけることはないんですよ、うん、だからその免疫ないから見つかった時の反応がすごいんです。で学生の街ですから、もう若い頃がうわーなるんですよ。だから京都の夜ってちょっと怖いんですよ我々。サバンナの高橋と2人で終わって、さあどうする、なんかねクラブが最近できたらしいですよ、ちょっと行ってみます、大丈夫かそこ、言うてこう行ったんです。ほんならクラブにうわーって学生同士がなんか喧嘩みたいになって、それをセキュリティの黒人の方4人が止めてるみたいな。いやここ無理やろ、ここ今から入っていくの、お前ソルジャーが戦士がもう半端やないかなこれってとか言って、あかんか、ここはあかんでとか言ったら、あれジュニアちゃうか高橋ちゃうかみたいなのがあって、うわこれやばいやばいやばいと、またね夜中12時ぐらい、さあ今からどこ遊びに行こういう時間帯ですけど、我々にしてはもうこれあかんな、もうとりあえずもうホテル帰るしかないでっつって、帰ることになったんですよ。そんなに京都で泊まることもない、寂しいな、このまま京都の夜終わりって言うてたら、高橋がね、ジュニアさん、こうね、こういう心に今傷が我々あるじゃないですかと、こういう心の傷をね電話したら癒してくれる女の子が来てくれるお店がありますけどどうですかっていうね、夢のような、夢のような、そんなこと、このえ京都の夜何にもないのは寂しいなっていう、この傷を癒してくれる、そんな優しい女の子が来てくれる、そんなシステムがあんのと。まあ、あのこれなんですけど、もう可愛らしい、こんな可愛い子がこの傷を癒してくれるのかと、うん、そうですって言うからね、いろんな可愛らしい子がこんなんとかこんなんであるな、ね、あ、そうなんや、そうなんや、ほんな俺たまたまこの子すごいタイプやぞと、この子癒してくれんだ、この子が癒してくれます、あ、そう、いや高橋は、いや僕この子がタイプです、この子も癒してくれるんです、あ、ほんまか、ほんなら、お互い頼もうやとということで電話してくれた高橋が、うん、ちょっと混み合ってまして1時間ほど待ったら、その傷を癒しにそのお部屋まで伺いますと、分かった分かった言って、1時間なんかすぐやがな、はい、でもちろん同じホテルでしたけど別の部屋で、まあ待ってた、1時間、1時間、1時間10分あら、1時間20分、あれ、あれ、高橋に電話して、高橋もう20分も過ぎてるけども、どうなってんのかな、あ、ほんまっすよね、ちょ電話してみますわ言って、そのお店に電話してくれて、ほんでまた折り返しかかってきて、いや兄さんなんかのあと10分待ってくれ言ってます、もう向かってる、あと10分待ってくれ言ってます、あ、ほんまほんな10分か、ほな待つぞ言って待ったんです。そっから10分経ち、20分経ち、30分経ち、もう2時間です、もうホテル戻ってから、ちょっと高橋なんぼなんでも遅すぎんかと、うん、もう自然治癒力で治りかけてるともうええやん、心の傷が時間あればもうええやん、ほんなら電話してくれて、まだ折り返して高橋が、兄さんどうしましょう、
どうしましょう、電話つながんないです。そのお店と電話つながらないです。え？まあでもお金を払ったわけでもないし、はい、もう女もええやんそれで、もう女も何もなしで、もう今日はもう傷も癒えたし、うん、寝ようと寝ようかな思ってたら、そっか15分ぐらい経ってですかね、ピンポーンってなって、脱いだ男性なんですよ。でガチャッと開けたら、あのどこどこのもんですと、今連れてきました、あの前金になってますんでつって、ああね、うん、あそうですか、まあお金払ってね、まあ、せっかくもう来てくれはったから傷を癒しに、あの僕のタイプの可愛い子がね、お金払って、あもうすぐ来ますんでつって、ほら5分ぐらいでピンポーンってなったから、あ来はったと思ってカチャッと開けたら、え、あの俺が選んだ子のお母さんみたいな、どえらい方が来られたんです、うん、いやもうお母さんですやん、うん、ストーンウォッシュのジーパンにここにアーミーって感じトレーナーきた、ダサえ、いや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 、もう年齢もだいぶ召されてるんですよ、いや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 、つって、あ俺もうあの大丈夫ですっつって、大丈夫です、もう傷癒えましたんでもう大丈夫ですって、お金返ってきませんよ、もういいです、お金返ってこなくてもいいです、うん、この人とは僕正直もう無理です、うん、って言って、すみません言って終わったんです、うん、で寝たんです、次の日起きて高橋に聞いたんです、お昨日どうしたって、あのあとね30分後ぐらいに来たんですよ、ストーモシュにアーミーって書いてあって来たんですよおどうしてん、いやもう電気消して一線交えましたよ、あいつが一番ソルジャーですよ、戦ったんあいつ一戦交えよったんですよ、戦いよった、戦ったか、戦いよった、やるな負けたよ、負けた、そういういろいろね、そういうとこいっぱいありますから、そんなことね、いろんな店あるでしょうね、いいとこ悪いとこ運んですからね、この間マンションの更新があったんですよ、だからよく考えたらマンション更新も6回ぐらいしてるなと思って、あということはもう東京に僕まあもともと大阪でやってたんですけど、うん、東京来ても10年以上はどこにやってんのか、うん、みたいな思いあって、あそういえば東京に初めて部屋借りた時にいろいろあったなっていうのを思い出したんですよ、うん、で初めて部屋借りましたっていう後に、あ今度あの東京に引っ越して東京でやることになりましたと最初に挨拶した人がたまたま劇場で一緒やった楽屋で一緒のリットン調査団の藤原さんやったんですよ、リットン調査団の藤原兄さんに、小林です、あの今度東京引っ越してきてあのこっちでやることになりました、またお願いしますっていうご挨拶をした時に、藤原さんが東京はいいこといっぱいあったらいいねでももちろん過酷な場所やから辛いことも倍以上あるよっていう言葉をいただいたんですよ、わかりました、もう覚悟します僕はね東京に来て深呼吸することを覚えましたあ、そうなんですか、深いな、はい、で、パッと立ち上がって藤原さんが楽屋で深呼吸しだしたんですよ、交番もやってみなさいって言って、で、横で僕並んで深呼吸したんですよこうやって深呼吸してるとね、少なく見積もっても大阪の倍以上アイドルの股間通ってきた空気吸ってるからねでもね小バ仕事では何もええことあらへん、きっとこの先もええことあらへんっていうことをいただきました本当に先週なんですけど、はい、ちょっと家族旅行に行ったんですよ、はい、で僕まあこれねあれなんですけど、あの神経質なんですね、うん、で結局家でもあの嫁と娘はとは俺一緒にやっぱ寝てないのよ、うん、寝室と別にしないと一人じゃないと寝れない人なんですよ、でも旅行行った時はさすがにそれは一緒にホテルですから一緒に寝るんですけど、やっぱりこう特にホテルやからベッドも違うし枕も変わるからまたこれなかなか寝つけなくて、でもうこういう時はもう大体僕睡眠導入剤を飲むんですね、はい、で飲むとまあまあ30分ぐらいしたら聞いてくるんで、ああよかったよかったと思って、まあ、家族3人でこうね寝てたんですけど、やっぱホテルなんで熟睡がやっぱなかなかできないんでしょうね、はい、そんな強い薬でもないんで
3時間ぐらい経ったらパッと目覚めてもらったの。で目覚めた時にもう一回寝れる時ともう無理って時が あるんですけど、もう自分のことが分かんねえ。もうパッと目覚めた時にもう目がパッと開いてるんで、はい、あこれ絶対もう無理やわと、はい、もう一錠足すしかないぞと、はい、思ったんですよ。で僕こういう薬何かあった時のために、まあ、薬のこんなケースがあるんですけど、はい、そこにまあいろんな薬入れてるんですけど、まあ、嫁も娘も寝てるからもうまあ暗い薄暗がりの中でもう一錠こうパッと飲んで、はい、で水でワッとなって、まあ、あなんこれなんとか寝れるかなと思って目を閉じてじっとしてたら一向に寝れそうもないと、はい、それどころか体が熱くなってきて、はい、おいおいおいこれマジかまさかなと思って、はい、あのその薬のケースを持って、はい、トイレ行って明るいとこで見たら、はいはい、僕間違えてチンチン立つ薬飲んでたんですよ。いや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 寝られ寝られこっから嫁を起こしてやんかい。いや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 嘘やろ。もう夜中の4時やで。ムンムンムン起きて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 嫁いや嫁いやちゃうな一人いや一人はきついぞこっから一人は俺きついよ。一斉抑えて抑えてその日は寝たんですけど、はい、朝からも大変ですよ。もう子供はプール行こうとかショッピングやいうはい、はい、プール行ってる時もショッピング行ってる時もずっと僕7分立ちぐらいで何じゃこの旅行そんな話なんですけど気をつけないとダメですね。本当にほんまに本当にダメなんですよ。危ないですね。ていうか家族旅行にそんな薬持っていくなっていう話僕も思いました。あそれ持ってんねやって。そうなんですよね。だから一緒くたにしてまた似てんねん色が僕割とこう心の中で、うじうじ思う方なんですけど別に相手にそんな激高するタイプじゃなかったんです、うん、僕前漫才師やってたんですけども、まあ、8年ぐらいコンビ組んでました。もともと中学校の、バレーボール部の友達と一緒に、コンビを組んで NSC に入ったんです、うん、ほんだらまあ高校の時なんてもう夏休み40日ぐらいあったら37日ぐらいはもう毎晩絶対ファミレス行ってドリンクバーでずっと朝まで喋るぐらい仲良かったし、うんだからそのこの世界入った時にお前らコンビでよう仲ええなとかなんか喧嘩せえへんのとか一緒に居酒屋おるやんとかよう言われてんみたいななんでそれが友達やしみたいな別に腹立つこともなかった。ほんならよそのコンビの人らがだんだん同期の人らも相方腹立つわとかほんままあコンビでね割とまあ殺したるかとかあいつそんま腹立つとかまあ先輩も言ってたりとか同期も言い出した。でもまあ別にそんな腹立つとか何やったら殺したろかなんて思うこともないね。相手のお父さんお母さんの顔も知ってるし、うん、うーんと思ってたんですね。で、僕がこうネタをずっと変えてたんです。で相方も別にその腹立つこともずっとなかったんですが、ある時、まあ、僕がファミリーレストランで僕ネタ変えててできたらこう渡してたんですね。でずっとこう詰まってる全然思いつかないちょっとやばい今日までに思いつかなあかんのにな。普通やったらこう相方もなんかこんなんはとか言うてくれるんですけどその時何も言わずなんかボーってなんかこんな感じでこうしたんですよ。こっちはもう一人でずっと変えてるのになんかあえてなんかほんで途中でしょうもないなんか白玉のなんかスイーツみたいな頼んで今とか思いながらそれ僕はずーっとこう考えてるのに、まあ、だからといって何も食わずこうおれっていうことはないけどもうちょっと気を使えよというかほんでまあカチャ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 みたいなってなってて、でも僕もぐっと考えてて、ぐっと腹出たら考えてる時、そのそいつは大体そういうちょっとガサツな部分もあったんですけど同じ空間でおる時に鼻歌でっかい声で歌うやつちょっとおるじゃないですか、うん、いやもう考えられへん。なんでそのお前が別にその一人だけでおるわけちゃうのになんで大きい声で鼻歌歌うの、まあ、そういうタイプやったんですけどそれまで全然腹立たなかった。その時には全然流行ってる歌じゃなかったんですよ。もうそれから大ヒットしてそのだいぶ経ってからやのに急にでっかい声で歌い出してもう恋なんてってこう歌い出したんですよ、うんうん、まあ今、まあ、まあ大ヒットですけど今は別に流行ってる時じゃないのになと。もう恋なんてしないとか言わないよ絶対に殺したるかお前間違うてるやん嫌な言わないよ絶対にマッキー言えへんやん
殺しとるぞ、ほんま思って。それから仲が悪くなってきた。冷め切ったけど、隣さんにいたら。くちゃ腹立ったあれは、ほんま。しないとか、そんなん入れへん、そんなん。またちょっと沖縄の話なんですけども、はい、大阪の方でさんまさんとご一緒してる番組のロケで、うん、沖縄ロケがありまして、はい、ほんで漁船乗って釣りして誰が一番大きいの釣れるかっていうコーナーがありまして、うんうん、まあまあ早い段階でそのコーナーは終わって、まあ、時間あるんで、ほんでもうちょっと先にちょっとサンゴ礁があるとこあるから素潜りしますかと、これはもうカメラ回しませんと。でさんまさんも行く行く言ってですごいポイントついて、さんまさんバーッとすぐにバーッとうちの相方もバーッと泳ぎに行ったんですよ。で僕ちょっと体調悪くて、僕と村上庄司さんがちょっと体調悪いからやめときますわと。で寛平師匠が「いやわしは行くで」って言いながらずっと足ひれをつけるつけへんで船の後ろでもたもたしてあったんですよ。もたもたしてはるな師匠と思いながら見てたんですよ。ほんだら庄司さんが「ちょっと腹の調子悪いな」あかん、ちょっとトイレ行ってくるわと。でトイレに入られたんですよ。で僕は漁船のトイレのシステム知ってて、あれ垂れ流しなんですよ。ね、ほんでパッと潮の中で見たらちょうど船の後ろの方に流れてる感じの潮の流れやなと、海藻とかの動き見ると。で寛平師匠大丈夫かなと。でもようやく足ひれついて「ついたついた!」行くでってザッバーン入ってバーッと泳ぎながらね、ほんだうわしょっぱいな、海の水しょっぱいな、あしょっぱい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 言うてる時にジャーッと流れたんですよ、うん、と思ってパッと見たらこのティッシュとこの庄司さんのやつがこう流れていくんですよ。ね、ほいで村上寛師匠が、はい、村上が流れていくわけです。ね、この流れていく村上と寛平がね、しょっぱいしょっぱい言いながら泳いでるのが、これもしかしてこの感じやと点と点がぶつかるかもしれない。もうね、大先輩ですよ、ものすごいお世話になってる大先輩で、僕後輩です。本来ならば師匠このまま行くとちょっと やばいことになりますから、ちょっと一旦止まってくださいって言うべきとこです。ただそこはお笑い芸人としてのこの差がと言いますか、このアクシデントを逃していいものなんだ。いやもしかしたら通り過ぎるかもしれないし、それは分からない。でもその奇跡黙って見ておこうと思ってずっと見てたんですよ。ほんでこのしょっぱいしょっぱい村上がこうしょっぱい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 、この点と点がガチになった瞬間、寛平師匠が苦っ苦っ苦い苦いや苦いやと思って、ほんでトイレットペーパーがここにパッとついてたんで、ほいでそれを寛平師匠がブワーうわサンマちゃんクラゲに刺された。違います師匠、うんこにぶつかったんです。苦いうんこにぶつかった、苦いうんこにぶつかった、苦いクラゲちゃいます。あれが苦いのか村上さんが苦いのか分かりませんけど、たまたまそういう状態。実況中継をずっとやってて、で自分でもこれ平気だなと思うんですけどね、本当は実況アナとしてはもう大失格なところがありまして、目の前の描写をしていく、実況描写するのがまさに実況ライブなわけですけど、あらかじめ用意したり取材をしたりして脳内に映像を立ち上がらせちゃったものは脳内の映像を中心に喋っちゃうってところなんですよ。そうすると目の前の描写が非常におろそかになっちゃうっていう、そういう癖がありまして、それが始まったなと思うのが、僕は局のアナウンサーになってテレビ朝日の2年目の昭和53年ですから、今からもう39年も前ですけど、その時にたまたま東京国際女子マラソンというのは毎年毎年テレビ朝日が権利を持ってまして、女子のマラソン東京でね 42.195キロ、35キロ、心臓破りの丘とかそういうの実況するんです。やっぱり先輩のアナウンサーがね、移動中継車とかメインの、それからメインの人はスタジアム担当とかでね、行きと帰り残りあと400メートルなんてやるのが一番メインなんですよ。僕はその3番手とも言われている東京の平和島折り返し口の担当に2年目で抜擢されたと。これは名誉でありまして、ものすごい気合入ったんですね。で3日前から一人でテクテク大森界隈とか、かつて埋め立てだったところとか、築地がメジャーだけどここにも魚河岸があったんだ、広く取ってあったんだなとか、あその加減なのか、
なんか花街みたいなのがあるぞとか、芸者衆が行き交ってんだ、知らなかったこの平和島あたりはって、もうほんと足を棒にするまで取材してがっちり頭の中に脳内映像作っちゃったんですよ。で本番当日になりまして、戦闘グループとか戦闘集団バーッと入ってきたのを折り返しのところだからゆっくり舐めるように実況するっていうところがこの折り返し口の担当の醍醐味なんですよ。だから先輩の泉さんってね、系列の KBC って九州朝日放送の大先輩のアナウンサーが横でアナサイドって言ってフォローでついてくれて、お前なまだ全然ベテランでも何でもない、まあ、経験ないんだ、お前プロレスの実況やれますってわけわかんないしゃべってんの、ガンガンしゃべって自由にやれって言ってくれたんです。すごいいい先輩の、よし自由にやるぞって思いっきり気合入るじゃないですか。それでずーっと待ってたんですよ、ドキドキしながら。そしたら、それでは平和島折り返し口の古谷さんどうぞって振ってもらったんですよ、移動中継車から。それで満を持していて、心当たり大森界隈にはって始まっちゃったら自分の名調子に酔うんですよね。かつて大きな魚河岸がこの面積を取っておりました。その影響でありましょうか、粋な若旦那たちがちょいと夕暮れ時になりまして、この粋な黒塀のあたりに森中を増してあって、そこに何かこう打ち水がしてあるあたりに遊びに行って芸者衆をあげてどんちゃん騒ぎという、そんな舞を舞を繰り広げられていて、ずーっとそっちに喋る。そしたら調子に乗ってどん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 過ぎてるのはなんとなく分かったのに、どうしてもそっち行っちゃった。脳内の映像。そしたら横のもう泉アナウンサーは思いっきりエルボーを俺にくれたんですよ。バーッとその前喋ろう、戦闘集団って我に返って喋ろうと思ったら、戦闘グループも第二グループもずっといないんですよ、もう遠くに。ガラーンとしてるとはさすがに言えないから、パッと周囲にこう目を凝らしたら、沿道を埋め尽くした人たちがいたんですよ。で朝日新聞の小旗をこう持ってるわけです。今まさに振ろうとしてるわけですよ。で振ろうとしてるじゃダメだから、もう振ってるってことにしたいっていう感じで、焦りながらも沿道を埋め尽くした人々がテントに朝日新聞の小旗を振っていますってね、小旗が小旗になっちゃったんですよ。小旗を振っていますとわけのわかんないこと言ったら、締めて振れって言われたから、第三移動中継車の石橋さんどうぞって言ったら、石橋さんも小旗で振られちゃったから焦って、昨年の戦闘はチャンピオンであるって言おうとしたら、昨年のチャンポンジョイシュ・スミス小豚で振ったらチャンポンするから。たらもうそれ終わってすぐアナウンス部呼ばれて、アナウンス部長に、先輩なんですけど石橋さんって、お前チャンポンってなんだ、お前そもそも小豚ってなんだバカ野郎、お前何の実況やってと思ってんだって怒られて、で挙句に石橋さんも先輩なんで、お前が小豚って言うからチャンポンつったっちゃうのバカ野郎ってガンガン怒られたっていう話なんですけど。いやいや名調子が振りますよ。大阪で若手でまだやってる時に、あの僕もよく、まあ、周りもそうやったんですけど、あの暇あったらもうパチンコ行ってたんですよ、はい、であの僕が当時ハマってた台っていうのが、あの CR バカ殿様っていう志村さんをモチーフにしたやつがあって、あのリーチアクションがあの台あってこう数字が3つ回ってるんですけど、下から急にあのバカ殿様のちょんまげの部分がミュンって伸びてきて、ほな志村さんの声でリーチーアイーン、アイーン、アイーンって言うんですよ。このアイーンでこう数字が変わっていくっていう。で、リーチ、リーチ、アイーン、アイーン、アイーン、あ、で外れるんですよ。これ当たりだったら、アイーン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 で当たりなんですよ。で、これをずっと打ってたら、そんなことあんのかないうぐらい、3回に1回ぐらい、リーチ、アイーン、アイーン、アイーン、あ、これが3回に1回ペースぐらいで来て、なんか僕も もうすぐ来るんちゃうかと思って、もう降りれなくなって、もうお金もあんまないんですよ。どんどんつぎ込んでやってしまうんですよ。でそれでもなんかビーチアイーンアイーンアイーンあばっかり止まるみたいな。いやこれちょっといくらなんでもあかんな、もうお金もなくなるしどうしよう思ったら、横にいたおじさん、もうよくこのパチンコで見かける人なんですけど、もう好きで好きでみたいな、兄ちゃんこれ諦めたらあかんで、このパターン俺も今まで見たことないの、3回に1回見たことない。これでも聞いたことあるんだけど、これが来た時はとってつもないことが起こる台や、このパターン絶対無理してでも打て、あ分かりました打ちますよ、リーチアイーンアイーンアイーンみたいなばっかり。大変なおっちゃんも俺やめますよ、あら打て、次来るよ絶対、はい次絶対来るってほんまに言われた、分かりましたって、次来たんですよ、リーチアイーンアイーンアイーンあっなんだねえ、絶対諦めない、とんでもないことが起こるから、はい、リーチアイーンアイーンあっ早めに終わったりもするもう僕やめますよ、もったいないみたいな、
で、そのパチンコ屋の上に2階に喫茶店みたいなのがあって、うん、もうコーヒー飲んで帰ろうと思って、うん、で、まあ、コーヒー飲んで、で帰ろうとしたんですけど、やっぱりあの台気になるなと思って、うん、この後打ち続けてたらとんでもないこと起こる言ってたなと思って、うん、一応そのパチンコ屋島って言うんですけど、うん、そう迂回して遠回りしてその台の様子だけ見て帰ろうと思って、うん、見に行ったら本当に僕の座ってた台がとんでもないこと起きてて、うん、たまたまプライベートで来た長州力さんがそれを売ってたっていうんですね。こんなに高いもん持ってるやん。大阪巡業用で来て試合前の長州力さんがこうやってまだちょっとリーチアイーンアイーンアイーンなんだよ。何でもつけなかデッドケーヘとんでもないこと起こってたのは確かに。僕ずっと大阪で仕事してまして、最近まあちょっと東京のテレビ出させていただくようになったんですけど、うん、まあ東京に来るようになってちょっと気づくんですが、東京の方々って結構大阪の人嫌いやなっていうのを感じるんですよ。まあ僕は何は臭すぎるんか分かんないですけど、まあ、ちょっと離れたところで、まあ、大阪の人ってさとか、なんかいや大阪っぽいよねとか、なんで大阪の人ってっていうのをちょいちょい聞くんですよ。あ、やっぱ大阪の人って嫌われてんねんな、ちゃんとせななと思ってたんですけども、ある時僕喫煙所でタバコ吸ってたんですよ、うん、あるおじさま年配の方と若い方がいらっしゃって、うん、まあ、ちょっと知り合ったんでちょっとお話ししてたんですけど、おじさまの方がまあ褒めてくれてるんですけど、あれ小籔って大阪本当にみたいな、あはい大阪出身です、え本当の本当の大阪とか、うん、わけわからんこと言ってくるから、うん、はい、まあ、一応大阪市の中の住之江というところで、うん、まあ、一応大阪臭いとこかなとは思うんですけど、うん、あそうそれにしたらおしゃれだよね、あそうですか、あれなんですよ、いやなんかすごいスタイリッシュじゃん、いやそうですか、いやいや、うん、なんか大阪のやつってさ基本的にダッセーよねみたいに言うんですよ。ほんで、ああいやそうですかそうですかねみたいな、いや僕大阪なんですけど、えそれ東京で買ったのその服とか言われて、うん、いやこれ一応大阪の近所で買ったんと、うん、下もまあ大阪で買いましたね、あそうなんだ大阪でもそんなの売ってんだとすごい偏見、まあでもそれしゃあないですやっぱりね、その方がそう思ってるから僕は全然いいんですけど、あそこまで思われてんねやと、ほんだらすごいその2人で大阪はダサい、大阪の人間は大体服ダサいという話がバーって始まったんですよ、うん、でいや小籔はまあおしゃれだけどいや大阪のやつってほんとダセーよなみたいな、もうおしゃれのやつなんか見たことねえっていうかダセーよなみたいなすごい言うんですよ、いやえ越野三兄弟とか大阪やけどなとか思いながら僕もちょっと反論したかったんですけど、まあ偉い人ですし僕もずっと黙って聞いてたんですよ、ほんであんまりにも大阪はダサい大阪はダサいって言うから、あそうやって思い張るきっかけとなった方とか、例えばどんな方がダサかったんですかねって聞いたら、ほら言ってたじゃん前すっげえダッセー人俺言ってたよ前から言ってるやつ、あれ誰誰誰あの人月亭八方師匠、いやそれせこないって言ってせこない八方師匠せこい八方師匠サンプルで大阪人全員ダサいって言われてる、いやジジイの落語家やん、やめろそれで言うたら浅草のベテランのおっさん芸人連れてきたら死ぬほどダサいでしょ代表がね、何それってなって言えなかったですけど、いや何月亭八方師匠がダサいから大阪人全員ダサいって何やねん大阪の人間全員小さいよね、あれあれいたじゃん池の目だから、いやそりゃそうやろってみたいなね、サンプル取るとこせこいっていうか、いや僕はだから大阪もおしゃれな人おるよっていう八方師匠だけで判断しないでくださいとは思いますけど、ね、師匠をつけてる人にジジイってどういうことだよ、ね、あの人も別にそのファッショニスタとして別に生きてるわけじゃないですか、ずっとあの人七不足やもんねダサいみたいに言わないでください、あのお年にしたら綺麗な服着てはります、腕が短くて百貨店で買うたやつ着てはりますから、サマーセーターは以前番組で女芸人の方々とよく仕事を、久本君とかも出てたんですけど、よく番組もあった後こう食事とかご飯に行ったんですけど、ただ一番仲良かったのが友近さんだったんで、連絡先知ってるのも友近さんだけだったんで、友近さんに今日もご飯行きましょうって言うと、何人か女芸人さん連れてきてくださって、はい、で女芸人さんも10人ぐらいで僕一人だけみたいな、ちょっと異様な光景なんですけど、ご飯食べてるんですけど、女芸人の方々って話のもうほとんどがもう愚痴なんですよね。あ
の友近さんとかはもうなんか祭りの仕事を入れろや吉本みたいな感じで祭りの仕事祭りの仕事入れろや吉本祭りがなんかすごい好きみたいで祭りの仕事なんかしたくて仕方がないみたいなそうでしたそうでした、はい、でまあなんかご飯とか食べてるとでも本当にあのカメラとか回ってないのに、うん、すぐ食べるんですよね量を、うん、で一回豚しゃぶ屋にあのハリセンボンと大島美雪ちゃんと伊藤麻子さんと友近さんと行ったんですけど店の豚が全てなくなっちゃったんですよ。食べたな。まあ、あのこういう話なんですけど、はい、東京来たばっかりの時ってやっぱ仕事がなくて、うん、3年間で4日ぐらいしかなかった時だったんです。あ、そうなるかな。でその4日がなんかテレビのロケで、うん、免許のない僕が、うん、免許取ってドライブに行くっていう仕事やった、うんうん、でまず免許ないから免許取りに行きましょうって言ってまず視力を測った時にもう向こうのその教習所の人がいやこれじゃ取れないよって言って、うん、目が悪かったんですよ、はい、だから仕事がないからカンペとか読む機会ないしあんまり生活に支障がなかったんですよ。そこで目え僕そんな悪いですかってもう免許取れないよメガネかなんかないとって言われて、うん、目悪かったんです。ほんでスタッフの人も慌てて、あこれロケちょっとでもしたらあかんのとりあえずメガネ作りに行きましょうって言って、うん、表参道でメガネ作っていただいたんですよ、うん、向こうが払ってくれて、でかけた時にもう世の中が変わるっていうか、こんなに輪郭ってはっきりしてんねやとか言って、うん、でそのメガネ屋から窓から見える木とかも緑ってこんな緑なんすかみたいな服の色ってこんな鮮やかなんかって言ってその日も教習所がもう予約いっぱいでロケできないんでとりあえず家に帰ってくれ明日からやりましょうって言って車で送ってくれたんですけどその間も景色すごいなって窓から見てて、でマンションの前着いてあのマンション見た時も白いマンションやったんですけどもっと綺麗やって思ってたんですけどこんなシミあんの俺メッケもこの家賃でこの綺麗なマンションメッケも乗ったけど結構シミあるなって思って、で部屋行く階段も砂いっぱい落ちてるやんって思って、でドア鍵開けようと思ったら僕はドアもこれ白いけど汚れてんなとか、で部屋入ったらうわ何これちょっと古い感じやなって、フローリングで俺なんかフローリングって初めてが嬉しかったけどなんか古いフローリングやないっぱいこのへっこんだ跡とかあるやんって思ってもうすごいその景色が楽しくて仕方なくて、でユニットバスなどトイレ開けた時にはやっぱり古いなカーテンもちょっとなんかこれ水垢みたいなあるやんって最初からかな俺が使ってる間かなって思いながらちょっと鏡があったんで見たらよく僕ブサイクって言われてたんですけどなんか芸人やからいじるためにそないブサイクやないのにみんなこう誇張して言うてたってずっと思ってたんです。ほんまにそんなブサイクではないって思ってたんが鏡見た時にもうどついたのかなみたいなちょっとこれちょっと恥ずかしいわ俺この顔見るぐらいに思ったんです。ショックやったんですよね。ほんですぐ彼女のこと思い浮かべてもうなんかこんなやつとあいつ付き合ってたんかって思ってもっとあいつやったらいろんな相手おるやん、なんかそれでも俺偉そうにやってる俺と好きやで言うて付き合ってくれててすごい俺を言いたくなったんですで電話かけてありがとうってどうしたんって言っていやもう会いたいねんってとりあえず会いたいって言ったらそ茨城の端の方に住んでたんで車で 3,4 時間かかるんですよ。で明日仕事やしって言うけどあ行った行っちゃうねん俺あの会いたいねんってそんな言うたことはなかったんで、うん、いや怖い怖いどうしたん、とりあえずマジ会いたいねんってもうな込み上げてきてそいつとの思い出とかなんかこう怒った時とかごめんねって謝ってる彼女とか、とりあえず会うて俺を言いたいなんやったらもう抱きしめたいぐらいの気持ちやって、来てくれごめんって言ったら、うん、そこまで言うやったら分かった行くわって言って車で 3,4 時間かけて来てくれた。でピンポンって来てもうほんまにたまらんかって、うん、ドア開けたらそない可愛くなかったやめとけやそんなにやめなさいやめとけ何中身はいいんですけどいやいやそうやって何言うのやめなさいほんまにそれはねいやそれはなんかいやそうですよ付き合ったんですよちゃんといやちゃんと付き合いましたけどやめなさいいろいろ見えちゃったいろいろ見なくてもいいもんよろしなさい。
僕あの吉本にいてるんですけど、まあ、たくさん本当に素晴らしい先輩は本当にあのたくさんいらっしゃって、僕はお笑い本当に好きでしたし、もうお笑いオタクやったんですよね。で、まあ、この世界入って、まあ、少しやらせていただきますと、最近ちょっとこう西川きよし師匠とお話しする機会というのが、まあ、何度かありましてですね。で、なんか他のみんなに清志師匠は優しいんですけど、その中でもどっちかというと僕ちょっと気に入られてるかなみたいな、勝手にそんなことないのか分かりませんが、自分の中でちょっと思ってるんですよね。で、あのレベル、芸人としてのレベルも雲泥の差ですし、持ってるお金の差も全然ちゃいますし、奥さんもヘレンさんという、まあ、素晴らしい、まあ、奥様であって、なんでもう全然違うから、僕もう偉すぎてあんま喋りたくないんですよ。もう子供の時から見てますし、またレジェンドの人で、もう生き方も全然ちゃうと思ってるから、もう僕は面白い好きな人ですけども、僕はちょっとあいやみたいな、でもすごく話しかけてきてくれはって、で全然僕みたいな若手とでも何か共通点を見つけようとか、何か合わそうとしてこういっぱい喋ってくれるんですけど、大体持ってる金も一回国会議員挟んでるとか、でも売れ方半端ないとかも全然ちゃうから、いやもう合うわけないという感じなのに、まあ、あ僕もな、あの吉本新喜劇に昔おってなみたいな、あそうですか、でヘレンもそうやしな、なんか君のこともちょっと後輩みたいな感じでみたいな、あいやそうですね、本当に大先輩で本当にみたいな、で、まあ、結構喋ってくれるんですけど、なんかちょいちょいやっぱこうずれるというかこうちゃうなって思うんですよ。でもなんかしんどなってくるから、向こうが偉すぎて僕はもう逃げたい、でもすごく清志師匠はなんか優しく喋ってくださる、で、まあ、あのいろいろ話してたら、あ僕清志師匠があの行かれてるお寿司屋さんとか、あのこの間行かせてもらって、おお大将に聞いたで、あのよう行ってるらしいな、あいやありがとうございます、最近来てへん言ってたけど、あそうですかありがとうございます、なんか合わそうとしてくれて、ほんで昔の新喜劇の話とかお笑いの話してたら、やっぱ同じ職業だからちょっと合ってくるんですよね。で、あの小籔君も最近東京ばっかりか、はい、ちょっと大阪ちょっとあの家族おるんですけど会えないですね、おーそうか、あー東京行くんはええで、あそうですかありがとうございます、でも東京ってすごいとこやな、もう道とか歩いてたら芸能人おるからな、大阪と全然ちゃうよなみたいな、あそうですね、僕確かに僕もそれは思いますね、あそうですね、いや俺もな昔東京住んでた時ほんまびっくりしたんや、芸能人がなパーってもう道歩いてるやろ、はい本当に僕も何度か見かけたことあります、すごいかな、俺もな道バーって歩いてたら向こうからな、ペギー葉山来てなって、全然合わんわ思って、いやなんか合いそうやなと思ったんですけど、めちゃめちゃ危な思ったんですけど、芸能人な前から見てきてペギー葉山来てな、いやすごい人ですけどペギー葉山さん、いや一発目ペギー葉山さん、いやそこでまあ石原さとみさんとかね養子とか住んでる時にはお生まれにもなってないかもわからないですけど、合うな合うな思った時に、なあまあ、ペギー葉山や思ってな、うん、嬉しかったわ、やっぱこの人合わんなと思った話ですお二人に謝れ、もちろんそうです、いやペギー葉山さんは偉大な方なんですけど、ちょっと年代的にやっぱり合いかけて合わない、はい僕も頑張ったんですけど、今日実はもうすごく頑張っていただいたんですけど、やっぱ根本的に合わんなって時代が、ね、時代ですよ、ジェネレーションギャップ、報道ステーション12年やってまして、やっぱいろんな方もコメンテーターとかね、スポーツコメンテーターといらっしゃって、やっぱ圧倒的にキャラ立ってるなと僕なりに思うのは松岡修造さんなんですよ。であの人は表も裏もオフもオンもないんですよね、徹底して熱いわけです、あの感じで職業応援っていう感じで、あらゆるものを盛り立ったら応援したりするじゃないですか。でね、あの同時に筆豆ですっごい手紙とかハガキをいっぱいくれるんですよ、年に何十通ぐらい。不思議なのは、例えば月曜日あるいは異動になって火曜日にあの方がいよいよ全英オープンに行ってきますと、実況森下アナウンサー、解説青木功さん、私はラウンドリポーターでガンガンリポート入れてきます、これから行きますみたいな感じで火曜日終わる、でじゃあ頑張ってください気をつけてねちょっと終わるじゃないですか。でそれから2日経った木曜日にハガキが来るんですよ、イギリスから。ついてすぐ書かれたんでしょうね、めっちゃ早いんですからね、セントアンドリュースの素晴らしい絵ハガキで来るんですけど、宛名が古舘伊知郎様ってあって、その下半分ぐらいにバーッと書いてあるんですけど、初め肉筆でちゃんと筆で毛筆で書かれるんですよ、ハガキなのに。字も綺麗でね、達筆で、それで書き出しがこうですよ、日本ではかなり鬱陶しい日が
続いていると思われますがいかがお過ごしでしょうかと2日前に貼ってんですよいかがも下手くれもないじゃないですか。でっかく書いたんですよ、こうやって。でだん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 もう本当に私服がなくなるから幅がなくなるから最終的にえらいちっちゃくなんですよ。で全然終わんないんですよ、厚く思いっきりリポートを入れてみたいと思いましたと書いてあるからやめりゃいいのに全然ダメで裏返してセントアントニウスのこのクラブハウスが見えて綺麗な芝生のフェアウェイとか見えてる18番ホールとおぼしきところそのあたりにびっしり書いたんですよ。でまたどんどん小さくなって最後の方なんか米粒に般若心経とか書くしてるじゃないですか。えらい小さいところでもう私は必死のリポート入れますとか書いたんですよ。で気になるから全英オープン始まるから報道ステーション終わって深夜枠でこう見たりするじゃないですか。そうするとまた熱いリポート入れてるんですけど松岡さんのリポート終わりで青木功さんがあんこれ師匠もねこんなものねちょこんと当てりゃいいし当てないでも終わっても大丈夫だよとか言ってるわけですよ。で大丈夫だよとか言ってんのにこれ大変なことになってますけども今本人は緊張の極みでありましたってまた喋るでしょ。一切噛み合ってないわけですよ松岡さん大丈夫かなとか思ったりするでそうこうしてるうちに今度は報道選手を僕は辞めるって去年の12月に記者会見やりましてでそしたらまた今度は分厚い封書をいただいたんですよ。そしたらまたね毛筆でね一番初めから私は絶対大に納得しておりません。古舘さんがホーステを辞めるんだったら古舘ステーション意味がありません納得いたしませんつってまたガーッと書いてだんだん字が小さくなるんですよ。でどん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 3枚目ぐらいでもう終わるかなとあたりで字がだいぶ小さめになりながら最後の最後の方で私はとにかく古舘さんが辞めた後必死でホーステを盛り上げますやるんじゃん普通にそういう人やってやりますね普通にやってやります、はい